株式会社河内薬品は大手ドラッグストアチェーン東京証券取引所第一部上場本社は栃木県小山市河内薬品原町店ドラッグストアの業界平均を大きく上回る600から1000坪規模の郊外ロードサイド型店舗メガドラッグストアを開発栃木県を基盤に東日本で事業展開している一店舗あたりの平均年賞は ドラッグストア業界平均の約4倍という、取扱い商品も多岐にわたり、医薬品、日用消耗品、インテリア雑貨、ヘルスビューティーケア、育児用品、軽家電、一般食品など生鮮食料品を除く、ほぼ全ての生活用品が揃っている。 売上に占める一般食品の割合が45%であり、業界平均の15%強と比べ極めて高い。再編の進む業界にあって、同社も2001年に株式会社サンドラッグと業務提携を結んだ。2006年には、茨城県を中心にドラッグストアチェーンを運営する、株式会社、倉持薬局を買収し、北関東の地盤を固めた。 さらに2014年には青森県を中心にドラッグストアチェーンを運営する株式会社横浜ファーマシーを完全子会社化している。2010年に川地薬品は栃木県内の46店舗と新聞織込みチラシで実際の販売価格より高い値段に引き上げた上で通常価格と偽り販売価格を安く見せかけて販売したとして栃木県はこれらの表示は 実際より安い印象を消費者に与え、景品表示法に違反するとして、河地薬品に全ての商品の表示内容を点検することと、再発防止策の役員、従業員への徹底、チラシに消費者が誤認するような偽装表示を行わないことを指示した。ありがとうございます。